ロバの顎の骨を振るって、ペリシテ人1000人を撃ち殺したサムソンサムソンは、旧約聖書の詩式13章16章に登場する人物。古代イスラエルの四子の一人で、怪力の持ち主として有名。名前には、太陽の使えるものという意味があると考えられる。詩式によるサムソンの物語は、以下の通りである。イスラエルの民が、 ペリシテ人に支配され、苦しめられていた頃、ン族の男マノアの妻に、主の使いが現れる。彼女は不妊であったが、子供が生まれることが告げられ、その子が誕生する以前からすでに神に捧げられたもので、あるため次のことを守るよう告げられた。それは、武道種や、 強い飲み物を飲まないこと、汚れたものを一切食べないこと、そして生まれる子の頭に髪ソりを当てないことの三つであった。神の使いは、マノアと妻の前に再び姿を現し、同じ内容を繰り返した。こうして生まれた男の子がサムソンであった。レンブラント、サムソンとデリラ1628年頃サムソンは、長次た後、あるペリシテ人の女性を妻に望み、 彼女の住むティムナに向かった。その途上、主の霊がサムソンに降り、目の前に現れたライオンを小ヤギを咲くように咲いた。ティムナの女との縁石で、サムソンはペリシテ人たちに謎かけをし、衣をかけた。ペリシテ人は女から答えを聞き出し、サムソンに答えた。サムソンは、 主の霊が下って、アシュケロンで三十人のペリシテ人を殺害して、その衣を奪い、謎を解いた、ペリシテ人たちに渡した。ティムナの女の父は、この一件の後、娘を、他の男性に与えた。サムソンはこれを聞いて、三百匹のジャッカルの王を結んで、それぞれに一つずつ松明を結びつけ、畑など、ペリシテ人の土地を焼き払った。ペリシテ人は、 その原因がティムナの父子にあると考えて二人を殺したが、サムソンはこれにも報復して、ペリシテ人を撃ちのめした。ペリシテ人は陣を敷いて、サムソンの引き渡しを求め、ユダヤ人はこれに応じた。ペリシテ人はサムソンを縛り上げて連行したが、途中で種の霊が降ると、縄が切れて、縄目が落ち、サムソンは、ロバの顎の骨を振るって、ペリシテ人千人を撃ち殺した。 サムソンは20年間、死士として、イスラエルを裁いた。その後、サムソンは、ソレクの谷に住むデリラという女性を愛するようになった。ため、ペリシテ人はデリラを利用して、サムソンの力の秘密を探ろうとした。サムソンはなかなか秘密を教えなかったが、とうとう頭に髪剃りを当ててはいけないという秘密を、話してしまう。デリラの密告によってサムソンは頭を反られて力を、 失い、ペリシテ人の手に落ちた。彼は両目をえぐり出されて、ガザの牢で粉を引かされるようになった。ペリシテ人は集まって神田軍に感謝し、極夜からサムソンを引き出して、見せ物にしていた。屋根の上には三千人ほどの見物人がいた。しかしサムソンは神に祈って力を取り戻し、私は、ペリシテ人と共に死のうと言い、二本の柱を倒して、 建物を倒壊させ、多くのペリシテ人を道連れにして死んだ。この時道連れにした、ペリシテ人はそれまでサムソンが殺した人数よりも多かったという。レンブラント、目をえぐられる、サムソン1636年、四式、16時23分マイナス30。ありがとうございます。